皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も非常口のあいつで遊んできます。さあ、寝起きでちょっとお腹空いてたので宮古昆布さんですね、食べてましたね。美味しいですよね。さあ、ステージ9、何してっけ、ステージ9のタイトルが会社ですか。グーグーと、居眠り見つかっちゃった。あ、夜と朝ですか。朝7時と夜7時なんですね、これ。やっぱ寝てるのは夜ですかね。あー、子猫ちゃんいる。かわいいですね。どこですかね。居眠り朝ですかね。この方寝てる。寝てる方多くないですか、ちょっと。でも見つかっちゃったって言ってるから、この方ですか。見つかってますね。なんか寝すぎじゃないですか、皆さん。朝7時って起きたばっかりだような。減給処分ですと。厳しい。さあ、僕は、仕事をしてるふりと。俺は仕事をしてるふりですかね。ん？仕事をしてるふり？これパソコンとあれですね。なんか、スタンド、ありますけど。あ、この方。そう、見ました。ちょっと待ってください。そう。パソコンの向き逆ですから仕事して不利にならないんじゃ。まあどちらかというとあれですよね、学校の授業中に教科書を立てておいて、その手前にお弁当を開いて食べるみたいな勉強してるふりとかありますけど、さあ反対向きだぜと。良いアイディアがひらめいた。良いアイディア、ピコーンって出てるんですか、なんか電球が。なんか、ん、朝ではなさそうですね。夜ですか。あ、この方ですかね。ピコンってなってる。電球マークが。なんで電球マークなんですかね。ひらめいた時の。次の企画を思いついたと。今から営業行くのは辛いですと。どこですかね。夜ですかね。今からってことは。ねえ、どこでしょう。ラーメン食べてる方がいらっしゃる。それか朝ですか。こちらの方泣いていらっしゃる。泣いてないんですかね。こちらの方ですかね。なんかしょんぼりしてるから。あー、違いますか。どこでしょう。この方、この方なんか遅刻したような感じしてますけど。ああ、こちらの方ですか。さあ、お疲れ様ですと。あ、今から外に出られるってことですか。こんな仕事も言えた、全部捨ててやると。泣きと。ん、どこか捨ててますか。あ、この方ですか、さっき。違う。あ、今左側にあった。ゴミ箱に捨ててる、普通に。なぜバッグとネクタイするんですかね。パソコンとかセルフんじゃないですかね、多分仕事の道具。現実は厳しく辛いものだと。いや、お仕事も大変ですからね。皆さんもこれから頑張ってください。ではですね、今回の動画は以上させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。